はい、まあ、今のね、カープは比較的若い選手が多いんでね、チームはね、調子がいいとどん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 それが相乗効果になって、どん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 雰囲気が良くなって、打席だったり守備でもね、伸び伸びプレーできるんですけども、こういう負けが込んだ時とか、序盤に点差広げられた時にね、そこを打破する力っていうのが今ないのがね、現状なので。お疲れ様です。5月28日、本日のカープです。今回のご視聴ありがとうございます。このチャンネルはですね、8分負けてもカープを楽しく応援していこうというチャンネルになっておりますので、どうか皆さん最後までご覧ください。はい、またチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。で、気に入っていただいた方は、いいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。まあね、こんな負け方続いてますけども、楽しくやっていきたいと思うんで、ぜひチャンネルの応援の方もよろしくお願いいたします。ということで、早速、オープニングの方よろしくお願いいたします。どうぞ。はい、改めましてお疲れ様です。いやー、苦しいですね。これ3試合連続序盤というか、もうほぼ序盤というか、もう試合開始と同時に、試合が決まってるような、そんな展開になってしまってるんで、そこからね、3回以降から見てるのも辛いぐらいなんですけども、まあね、最後まで明るく楽しく応援しようというチャンネルなので、なんとかいいとこを見つけてやっていきたいと思います。はい、今日はでもいいとこ、出るかな、出るのがあんまりないです。はい、じゃあね、ポイントの方早速行ってみたいと思います。どうぞ。はい、ということで出てきましたね。まず1個目、 DeNA 戦とタイガース戦が遠いということで、まあね、セントラルリーグ戦ってる中ではね、ジャイアンツにやられたり、ドラゴンズにバンテリンでやられたり、スワローズにやられたりね、そういうこともあるんですけども、その後に大体タイガースだったりね、横浜 DeNA だったりね、そういう試合があって、そこでまた調子を立て直すというような、調整のね、試合があったんですけども、交流戦ですとね、少なくても18試合ないんで、交流戦前ドラゴンズに勝たせてもらったんで、交流戦明けどこだったかな、ちょっとごめんなさい、記憶がないんですけども、そういう意味ではね、この交流戦きついですね。どこでまた調子を戻すかというのがあるんですけども、まあ明日はね、またソフトバンクなんで、ここはもう変わってない、決まったことなんで、決まってることなんで、何としても明日だけはやっつけないといけないですね。はい。で、その後がね、日本ハム、オリックスと続いていきますんで、まあね、いまいちパ・リーグの中では調子出てない2チームですけども、今の状態ではカープも厳しい戦いになるんで、そのためにも明日はね、なんとか活躍に頑張っていきましょう。はい、ということで、ポイント2ですね、ドーンということで、まあ今日一番痛いのはここかなというふうになっております。まあね、劣勢になってね、序盤で相手点差離れてしまうんですけども、昨日だったり、一昨日だったりね、あるんですけど、そこでね、やっぱ粘り見せてほしいですよね。1点ずつも取り返していくという姿勢を見せて、相手のね、中継ぎピッチャーを1人でも多く出すんだといったところで、他のね、先発ピッチャーも1球でも多く投げさせるというような、ちょっと根性が見たいなというふうに思います。結果もね、大事なんですけど、そこでね、1点1点積み重ねていけばね、で、中継ぎ陣がこらえてくれれば、後半絶対チャンスが来るんで、1打席のね、その線で考えるんじゃなくて、1球でも多く粘るとかね、結果を出しに行くことも大事ですけども、例えば1対0で勝ってる、2対0で勝ってるというような時と同じようにね、粘り強く相手を投げさせて、次の打席につながる、次の試合につながるというようなバッティングだったり、ピッチングをね、していってもらいたいなというふうに、ちょっとね、序盤にリードを広げられると、淡白な攻撃だったり、淡白な守備になってるのが目立ってしまうんで、そういう意味ではね、もう少しなんか1個ずつね、進めていく、1個ずつ点を取っていく、そういう1個ずつアウトを取っていくというような姿勢をね、見せてほしいなというふうに思います。そういう意味ではね、比べちゃいけないんですけど、やっぱり3連覇の時はね、ピッチャーで言えば黒田さんがいてね、やっぱり引き締まる、どっか引き締まるね、こういう展開でも自分のピッチングせよみたいな、集中力切らしたピッチングすんなよみたいなね、一言二言がかけれるね、存在っていうのがやっぱり当時は黒田さんがいて、今そういうところがね、やれるのはいるのかなと思うと、ちょっと、わからないので、そういう意味でやっぱり黒田さんの存在だったし、野手で言えばね、新井さんがいたりでね、やっぱりどっか雰囲気がね、この和やかな中でも引き締まるという空気を出せる人がね、いるといいのかなというふうに思います。で、今で言うと、長野さんがね、一人ベテランでいるんですけども、まあ、生え抜きじゃないとか、そんなに関係ないと思うんですけど、やっぱり長野さんはね、どっちかというと潤滑剤のような役割をしてくれてるんで、例えば来日したばっかのマック・ブルーム選手に声をかけたりとかね、サヨナラ負けでちょっと残念がって帰ってくるナインを、先頭に立って出迎えてね、励ましの声をかけるとか、そういう存在ではね、やっぱりこうみんなの、メンタルをね、
維持させるためには、蝶野さんはね、非常に重要な役割をしてるんですね。で、あともう一人別段で言うと、松山選手もいますね。ただ松山選手ちょっといじられキャラなので、そういう、ちょっとダラッとしたところをキュッと締めるっていうような、ポジションにはいないと思うんで、やっぱりね、新井さんだったり、黒田さんだったりね、そういう存在の人が一人いると、いいのかなというふうに思います。はい、まあ、今のね、カープは比較的若い選手が多いんでね、チームはね、調子がいいとどん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 それが相乗効果になって、どん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 雰囲気が良くなって、打席だったり守備でもね、伸び伸びプレーできるんですけども、こういう負けが込んだ時とか、序盤に点差広げられた時にね、そこを打破する力っていうのが今ないのがね、現状なので、そういうところで、ピシッとね、切り替えられるというか、そういう時でもしっかりやることはやっていこうというようなね、雰囲気になるような、存在。まあ、一人の選手がね、そういうのを変えるのは難しいんですけども、そういう人が出てきてくれるといいのかなというふうに思います。まあね、時代は令和ですけどね、時にはそういう時にはね、昭和のようにね、バシッとね、嫌われながらも、ビシッと言ってくれる選手がね、いてくれると、こういう展開もね、ひょっとしたら最後接戦になる可能性もあるんでね、序盤にね、6点、7点取られても、終わってみれば7対5で負けかもしれないんですけども、それはそれでね、ファンとしてはね、よく粘った明日につながると思えるんで、そのまま序盤にね、6点、7点取られて、最終的に、10点差開いちゃいましたっていうのは、余計もファンとしては残念なんでね、そういう展開で、アピールしなきゃいけない選手がね、どん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 アピールしてね、1点でも2点でも返していけると、いいのかなと。いうふうに思いました。はい。まあ、今日で言うとね、チャンスのところで、磯村選手がね、ゲッツーで、1点取れなかったんですけども、ああいうところでもね、やっぱり1点ずつ確実に取っていくと、終盤ちょっとやっぱ嫌なんですよね、ソフトバンクとしても。まあ、カープとしてもね、そういうのはありますんで、前回の大瀬良投手だったかな、大量リード取った後に、木下選手にホームラン打たれて、ちょっと苦しくはなってないんですけども、なんかちょっと嫌だなっていうような雰囲気が出るように、やっぱり相手もそうやってね、大量得点取ったはいいけど、その後続かない、状態で相手が1点ずつ詰めてくるとね、非常に嫌な気持ちになりますんで、そういうことをやっていけると、非常にね、これからもね、今はセ・リーグ3位ですけども、下がっていくこともないですし、もっと上を目指していけるようなチームになっていけると思うんで、これからはね、劣勢な時、負けが込んだ時の、戦い方というのをしっかりやっていってもらいたいと思います。佐藤監督、よろしくお願いいたします。はい、ということで、3つ目です。はい、ダラダラダラとこれ書いてありますけどね、ごめんなさい、ちょっと言いますね。まあ、日本シリーズでのね、戦いのためにも、3連敗を避けなければならないということで、まあね、ペイペイで勝てないですね、しかし、日本シリーズでもそうでしたけども、ここはね、やっぱりなんとか1個勝って、もう3連戦最後勝っとけば、それなりにね、また次、ひょっとして日本シリーズで帰ってくるかもしれないんで、その時いいイメージでね、戦えるように、最後だけでも勝っておきましょう、ここはもう絶対ですね、はい。日本シリーズ、まあこんな状態でね、日本シリーズなんか目指せるかって思う、言われるかもしれないです、怒られるかもしれないです。ただね、ファンであるからこそ、そこも信じてるんでね。で、またどっかでね、急にチーム力がガッと上がることもあるんで、秋頃にね、それが上がってきて、もう CS も出て、ファイナルも勝って、日本シリーズもってなる可能性もあるんで、ね、それが秋頃に上がるのがね、今のペナントレースのね、仕組み上一番理想なんですけども、そうなった時にね、日本シリーズまで行って、パリーグもね、ソフトバンクが出てきたとなった時に、そんだけ勢いがあるけど、やっぱペイペイここ来るとやれんわーっつってなっちゃうと苦しいんで、最後だけ1個ね勝っとけば、その秋にもし上がってきた時にペイペイでももうこれって勝てるわってよいうようなメンタルになれるように、最後明日だけでも勝っておきましょう。で、明日はねアンダーソン投手で相手が和田投手ということで、まあパリーグではね珍しいパワーピッチャーじゃない、技巧派のねピッチャーになりますんで、ここはしっかりセ・リーグとね似たようなタイプいるか分かんないですけど、まあ、パ・リーグはね比較的パワーピッチャーが多い中で珍しい、技巧派なんで、セ・リーグに似たような攻め方をしてくると思うんで、まあ、比較的慣れてる相手というふうに、ポジティブに捉えて、頑張っていきましょう。はい、ちょっと苦しいですけどね、ファンの皆さんももうどういうメンタルで今日もご覧になってたのか、明日もどうやって、ご覧になるのか分かりませんけども、まあ一戦一戦ね寝て忘れて、明日は明日、しっかり頑張って勝ちましょう。はい、辛いですけど、カープはね、みんな最後まで諦めらずに応援するんで、明日も頑張っていきましょう。はい、ではね、今日これぐらいで終わりたいと思いますけど、ちょっとこれが足りなかったのかな、頑張っていきましょう。はい、せーの、やった。はい、ありがとうございました。明日絶対勝ちましょう。バイバイ。